ビギン。このワンオンワンの時に、初めにスクランブルがあるんで、これだったらさすがにこいつに勝てんじゃねと思うんですけども、これを X にはめることができるんですよ。もうバッチリです。はい、どうも闇です。今日はですね、こちらの商品の、紹介です。はい、ガンロボットっていうやつなんですけども、こちらね、何なのかっていうのがね、僕もね正直よくわかりません。本当にね、この動画はレビューとか、この商品をねどうやって使うかっていうね解説をするようなそういう動画じゃないので、僕もねよく分かってないんですけど、その状態で、これを開けて使ってみたらどうなるのかっていう感じの動画になると思うんですけど、最近ねトライボックスさんに、これが入荷したんで、早速ねゲットしてみたんですけど、前々からね海外でこれが販売されてるのは知ってたんですよ。で買おうかどうかすっごい迷ってたそんな時にトライボックスさんが入荷したということなんで、早速ゲットしたんですけども、これほぼほぼ1万円ぐらいしたんですけど、確か9500円だったと思うんですけども、今のところね僕がね、これ分かってる限りではこいつに一体どんな機能がついてるのかっていうのはですね、僕が知ってる限りですよ、スクランブルをしてくれるっていうことと、あとソルブをこいつがやると、僕が適当にわーって混ぜたやつをここにセットするとカシャカシャカシャッと揃えてくれると、スピーディーにめちゃめちゃ早くプロ級に早く揃えてくれるというそういう機能があるっていうことぐらいは知ってるんですが、あとはね全然わかりません。はい、他の機能はないかもしれません。はい、っていう感じなんですけど、とりあえずね面白そうなんでゲットしたんですけど、使い方とか正直全くわかりません。なんですけども、とりあえずわからないなりにやってみたら面白いんじゃないかと思って今からやってみるので、とりあえず開封しますね。はい、開けてみます。本当に初めて開けるんで全く謎です。未知数です。うわすごい、これしか入ってないですね。はい、でこの箱はちょっともうどけといて、わあ結構ねでかいです。ガンのロゴがかっこいいですね。でこれ僕が海外のサイトで見てたやつって、ちょっと開けますね。ブルーだったんですよ、青色だったんですけども、トライボックスさんで買ったやつはおそらくブラックだと思います。はい、ではオープンします。いきます、オープン。おおブラックだっていうか思ったよりでかい。すっげえ、これが説明書、今回は読まない説明書っていうわけにはいかないような感じがするんですが、なんかこんな感じで、まあ広げろと、広げて、セットして、ん？なんだ？あれですね、ガン 356i の、アプリをインストールして、え？これしまえ？あ、こっちか。まあ組み立ててキューブをセットして、もうアプリで動かせと、それだけですね多分。はい、ということでこれ、組み立て方もねよくわからないんですが、取り出してみたいと思います。これ繋がってんのかな、ばらけてる、あ、一つの物体ですね。これでガンロボットと。でとりあえずこれ置いて、ここについてるのはアダプターと、USB ケーブルですね。とりあえずこのケースどけますね。このケースめっちゃいいですね、結構ねコンパクトに、収まるじゃんと思ったんですけど、サイト見てるときはこれ自体がね結構でかいですよ、まあ、幅はねそんなにないんですけど、キューブ1個分もないかな。はい、でこれを、おそらく電力はこれで、つないでするんだと思うんですけど、とりあえずこれを組み立ててみましょう。どうなんだろう、壊したら嫌だな。お、はいはいはい、これを持ち上げるだけね、こうこうこう、はいはいはい、見たことあるやつだ。でこのキューブをセットした時に下もなんかこんな、なんていうの、手みたいなやつをつけないといけないんで、これがどこにあるんだろう、裏とか、ん、どこにあるんだ、あったあった、こんなとこに埋まってた。これを多分ね取り出して、この向き、ん、普通に四角だな、普通に入れるだけ、あ、こうです、こうです、これはいい。あ、ほんで多分これを、あ、回転させてこれで固定するんだ、なるほど、
直すときはこうずらして倒すと、あ、それだけね。あ、なるほど、簡単ですね。じゃあ組み立ててこれで完璧ですよ。多分これで準備が完了というわけですよね。で、電源を入れてアプリを起動したら、多分ですけどもこいつにつながるようになってて、接続をしたらもうこいつを動かせるという感じだと思います。はい、なので、一度ちょっとね電源をつないでみたいと思います。はい、アダプターに USB を挿して、これをねちょっと電源ここに用意してるんで挿してですね、でこれをどこかに挿すと、どこだろう、ちょっと探そう。ん、どこだどこにあるの、あ、これだ、絶対これだ。これに、向き的にはこうかな、来たねこれ。はい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 、刺したけど、どっかが光るとかなんかはないので、多分ねアプリをつないでこいつが電源入ってることを確認すると。じゃあちょっとアプリをね起動してみましょう。はい、ガン356を使ってた時のアプリを起動してみたんですが、これでどうしたらいいんだろう。セッティングとか、マイデバイス、ガンロボット的な、これかな、違うのかな。一回押してみるか。あ、動いた動いた、え、なんか動いたよ。接続できたってこと。あ、なんか増えてる増えてる、何これ。ネクストネクストネクスト、ん、英語でよくわからんですけど、いつもねこれないんですよ。いつもこの4つしかないんで、これ押してみるか。クイックソルブガン 356i、 これこれを、はいはいはい、これね3回くらい振るとなんか、ん、これでいいのか。 OK、 でこれでスタートソルビング、あれ、ちょっと待って、このガン 356i をまずリセットしないといけないと思う。なんかおかしくなってる。これのリセット、これだ。これで多分綺麗に i になりましたね。リセットできました。でこれでガンロボットで、多分ねこいつ、僕が今適当にこうスクランブルしてこれを揃えるんだと思います。この人、この人ね、やってみましょう。じゃあめちゃくちゃに混ぜて、俺でも買ってくらい混ぜて、これでやってみろという感じでやってみます。ガン 356i はですね、このなんだろう、くぼみみたいなやつがあるセンターキャップついてるんで、でこいつを使えると。あ、ちょっと待って、あ、多分ね入れるときはこのボタン、ん、ちょっと待って、硬い、うりゃ、あれ、ちょっと待って、なんかおかしい。多分入れるときはねこのボタンを押してここを広げながらやるみたいな感じだと思うんですけど、押せないんですよ。何これ、どうしたらいいの、思いっきり押す、違うね、何かがおかしい。はい、わかりましたね。これね、どう考えても物理的にこの状態で開くわけないんですね。これがこれずらしてこの状態で このボタン、このボタンを押すと、このハンドたち、この手たちがね、手みたいなやつ、これが開いてその隙間にこれを入れると。はい、で、あ、これでいいんだ。で多分こうやって固定しないといけないんで、この状態でこのソルビング、ちょっと見えるかな、スタートソルビングってやつ押してみましょうか。はい、え、ビギン、うっうっマジで揃えやがったこいつ。え、ちょっと待って、もう一回もう一回やっていい。取るときはこうしてこれ押してこれ取ると、で、本当に適当に混ぜて、ちょっとこれ面白いかもしれないこいつすごい。でこうしてこうでしょ、でこうすると、でもう一回同じようにこれを押しますね。でスタートソルビング、これを押さないとダメなのかな。はい、すげえ、すごい、素晴らしいスピードだ。え、何秒ぐらいでやってんだろう、ちょっと待って、え、何秒とかわかんのこれ、ちょっとわかんないけど。じゃあね、一回こいつと勝負してみたいと思います。勝てるはずないんですけど、まあそれでもね、まあこんなやつが現れたんだから勝負しないわけにはいかないんですよ。ということで勝負したいと思います。もうめちゃくちゃに混ぜます。はい、これでやりにくいだろうってくらい、やりにくいとかないと思うけど、こいつにしたら、これで混ぜてこんな感じでして、これ でこいつ、ちょっとセットしてですね、はい、でこうして、でこれを押して、多分ねこのボタンを押すと、あ、これね、これを押すと始まっちゃうから、ちょっと待ってね、
自分のやつも崩す。まあね、こいつだってね、調子悪い時そらあるでしょ。調子悪い時があると願ってやってみましょう。奇跡的に勝てるかもしれないじゃないですか。はい、じゃあ行きます。よいしょ、ちょっと待って、はい、ちょっと待って、F2L1 個目しか入ってないよ。マジか。なんて実力の持ち主だこいつ。相当な実力者ですねこいつ。勝てるわけない。じゃあこいつのソルビングがすごいのは分かりました。じゃあ今度はね、僕がやる時のスクランブルをやってもらいましょう。そんな機能もあることは分かってるんですよ。はい、一回ねキューブを取り出したんですけども、このワンオンワンの時に、初めにスクランブルがあるんですよ。その時のスクランブルをこいつがやってくれると。代わりに確かそんな機能がついてるんで一度やってみたいと思います。はい、始まりましたね。でこの時にこれを押すと多分もう始まっちゃうから、これで早くセットして、カチャッとでこれを押すと、いきます。ほら動いた。すっげえ、全く同じ形になってる。天才かこいつ。でこれを取り出して、でインスペクションタイムがまだ始まってるから、この状態で見てやると。はい、とりあえず始めてみましょう。これでどこだ、はい、揃いました。とりあえずん？勝ったのか。じゃあ相手が遅すぎた。36秒とかだからね。でこれで勝ったんですけど、今みたいな、なんだろう、ワンオンワンとかの、ちょっと面倒なスクランブルとかをこいつが代わりにやってくれると。はい、そういうわけなんですね。ということで、練習する時とかも結構便利ですよね。なんかそういうモードあったと思うけど。はい、とりあえずガンロボットから一度キューブを取り出してみました。なんかガンロボットの他の機能として、なんか練習にも使えるみたいですね。例えばこれパーソナルトレーニング、これを押してこれで、ここでキューブの向きを、微調整すると。でも今はね、まあ、大体合ってるのでこのままいきたいと思います。で、ここまで来たらもうあとはこのキューブをここにカチッとセットして終わりです。完璧です。あとはこのボタンを押したら、スクランブルがスタートするんですけども、このガンロボットのいいところが、毎回ランダムで、しかも自動でスクランブルが行われると。それで練習ができるんで、かなりいい練習になるといった感じですね。一度やってみたいと思います。お、すごい連動してるから全く同じ形に。もう終わったの？早っ。でこれを取り出して、こうですね、全く同じ形になってます。はい、でこれでソルブをするんですが、なぜかねインスペクションが長いんですよ。すっごい。これはね、なんだろう、ロボットから、これを取り出す時間が考慮されてるのか何なのか全然わかりませんが、まあとりあえず今は無視してこれをソルブしたいと思います。どうしよう。じゃあ行きたいと思います。行きます。あとは、はい、とりあえず適当にやってみましたが、17秒15ということで、まあ今回はこんな感じでしたけども、これで、毎回ね、自分でスクランブルしなくてもここにセットして、このガンロボットが、僕の自分の代わりにですね、スクランブルをやってくれるという非常に便利なマシンですね。すごいですねこれ。まあ僕とかだと結構ね、スクランブルするときに、まあ自分で適当にやってると毎回ね同じような感じになっちゃったりとか、同じにはならないんですけども、まあちょっとね似たような回し方自分でやるとなっちゃうじゃないですか。そんな感じにならないためにもこれとかね、めっちゃいいかもしれないですね。あとこのアプリでね、なんかスクランブルがこう出てくるようなやつとかでスクランブルをすると全然いいと思うんですけど、まあそれにしたってね、これを使うともうそれすらやらなくていいっていう感じで、めちゃくちゃ楽に練習できると思うんで、めっちゃ便利だと思いますね。これめっちゃ愛用しよう。これで練習するといいですよね。なんかスクランブルの手間が省けるというか、めっちゃいいです。で、ちょっとね僕やってみたかったことあるんですけども、これ例えば、一回 U しただけのこの状態とか、この状態でソルブとかをやらしたらどうなんのって思ったんですよ。
でこれを例えばこの状態でセットするじゃないですか。じゃあ U プライムだけをやってこいつが、完成するのかどうなのか、なんかこいつの癖というか傾向としては、なんかソルブじゃないや、スクランブルを押した時になんか2手だけシャシャッと動かしますよね。もう2手動かした時点でもうなんだろう、完成を通り過ぎますよね。じゃあどうなるのかっていうので一回やってみたいと思います。いきます、スタートソルビング、いけ、ほらおかしくなった、遠回りしてる、はいはいはい、そういう感じでいくのね、これ。なるほど。じゃあ、やってみたいことが他にももう一つあって、クイックソルブで一回取り出します。はい。で、僕がやりたいのは J-PALM B、 僕の得意なやつですね、 J-PALM B、 これありますよね。これでこのガンロボットと勝負したらどうなるのかって感じですよね。僕が唯一得意な、PLL ですね、J-PALM B、 これだったらさすがにこいつに勝てんじゃねと思って、一度やってみたいと思います。さすがにね、J-PALM B では負ける気がしない。はい、じゃあ僕もセットして、これで、こいつに勝てばいいわけですね。じゃあ、スタートソルビングでこれを押せばもうスタートするんで、じゃあ、これを押した瞬間に、ちょ、ここで押そう、ここで押して僕はこれを回すと。じゃあ J-PALM B でガンロボットと勝負してみたいと思います。じゃあ行きます、レッツゴー。圧勝ですあ、遅い遅いよ君。まあ今のはね、さすがにね、なんか遠回りすることも分かってたのにちょっと意地悪な感じだったので、しかもこの初手でさ2回動くじゃないですか、あの時ってちょっと止まるんですよこいつ、なんか癖でなんか分からないんですけど、あれがそしたらなんだろう、シャシャって動いて3手目動き出した時に僕がこれをスタートします。じゃあやってみたいと思います。 J-PALM B でこれやって、僕がセットしてこいつを、スタートさせて2手動いて止まった後3手目動いた時に僕がスタートする。じゃあ行きます、はい、2手動く、ここでスタート。あ、余裕ですね。さすがに J-PALM B では負けませんでしたねちょっと卑怯かもしれませんが、はい、とりあえず取り出しましょう。まあ、他の PLL、 例えば T-PALM とかやったりとかしても同じだと思います。一回やってみます、 T-PALM で勝負。あ、一応作っときますね。で、ちょっとハンデで3手目から、あ、全然楽勝ですね。でもちょっと失敗したら負けるかもしれないぐらいのスピードですね。はい、まあさすがに PLL 単発では負けないか、ソルブではねもうボコボコにされますけども、まあ、そんな感じで PLL の勝負ではもう圧勝といった感じですね。はい、なんか遠回りする傾向にあるようですね。完全なスクランブル状態からのソルブはもうこいつに勝てる気がしませんけども、 PLL なら勝てるといった感じですね。はいはい、それでですね、あと、これはガン 356i をずっと使ってたんですけども、このガン 356i だったらまあスマホとも連携してるし、このスマホが、このガンロボットと連携してるので、こう3つでワンセットみたいな感じでできるんですけども、まあ、このガン 356i じゃなかったとしてもこのセンターキャップ、このなんだろう、角にこういうガンロボット用のなんかくぼみがあるようなやつを持ってたら、このガン 356XS とかでも全然使えるみたいですね。このアプリと連動はできてないので、まあここと連動してね動くってことはないんですけども、スクランブルをさせるっていうことぐらいはできるはずなんですね。なので一度やってみたいと思うんですけども、運がいいことに僕はこれ海外で買ったんですね。 XS ステッカーレスとステッカータイプ、その時にたまたまですよ、このガンロボット用のセンターキャップがついてきたんですね。これはラッキーだったんですけども、まあこれはステッカーレス用なんで、まあガン 356i と同じなんですね。なのでこの XS につけれると、でステッカータイプの XS もこれでつけれるんで、これに付け替えるとこのガンロボットで動かすことができるということなんですね。であと、これが 356X なんですけども、 X も、これで、つけることができるんですよ。なので X もスクランブルとかだったらここに入れて、動かすことができるというわけなんですね。でこれはね一回試したんで、試したというかこれでは試してないんですけど、このキャップが入るかどうかを試したんですね。一度やってみましょうか。あ、これもロゴ変えたいな。まあとりあえずいいか。でこれを取るじゃないですか。
これをね、XS 用で、ついてきたやつなんですけども、これを X にはめることができるんですよ。もうバッチリです。で、ここにはめることもできるといった感じですね。はい、センターキャップすべて付け替えました。ちょっとね、カラーが違うやつとかはおかしな感じになっちゃってるんですけど、これとこれとかね、他は一緒か。まあ本気出したらこれもね、変えようと思ったら変えれるん で、これでスクランブルが本当にできるのかどうかやってみたいと思うんですけど、どうやってやるんだろう。これかな、これとかで、よいしょ。これはね、ガン 356X ですよ。 X でも問題なくできるはずです。いきます、いきます、 X です。お、エラーならないの。ガン 356i に接続された状態だったんで、それを一回解除しました。マイデバイスですね。今ガンロボットにしか繋いでません。で、多分ですけど、パーソナルトレーニングとか、これでこの下のやつ、これ選んでこういう風に読み取っていくんだと思うんですよ。でもなんかなぜかこのなんだろう、グリーンどこだ、はい、こうなるんですが、よくわからないですよね。これどうしたらいいんだろう。何回やってもなんかエラーみたいな感じになるんですよ。ひょっとしたらこのなんだろう、ステッカーの色とかおかしいからそうなってるのかちょっとわからないんで、ちょっと X を諦めて XS につけてみたいと思います。で、あとこういう、これガン 356X なんですけども、これガンロボット用のセンターキャップね、外すとき結構大変なんですよ。なんかね、この X のキャップだったらまだ外れるんですが、なんかガンロボット用のやつって外れにくいんですね。で、ここでね、思いついたのがこれですよ。はい、耳かきです。この耳かきさえあればね、何の力も必要とせずに簡単にセンターキャップを開けることができるんですよ。それで耳かきの新品を買ってきました。はい、じゃあこれを使ってみたいと思います。はい、これは新品なので全然汚くないです。で、この状態でどうやるかというと、ここになんかくぼみがあるんですよ。で、そこをこの耳かきのこの、曲がってる部分をこれで押すんですよ。ここですね、ここ押すと簡単にもう何も触ってないのに外れると。はい、こんな感じで全部外していきます。はい、秘密兵器の耳かきでした。はい、ガン 356XS に一度このガンロボット用のセンターキャップ全部つけてみました。で、これで何ができるのか、これで下のやつ選んで、とりあえず適当にスクランブルしてみましょうか。で、ちゃんと緑からいってみましょうか。緑、白、これが邪魔なのかな、レッド、レッド、オレンジで、ブルーで、イエローと、お、読み込みましたね、なんとか。で、この状態だったらできるのかな、これでできるのかどうか試してみましょう。ビギン、お、動いてますね。お、できましたね、なんとか。結構めんどくさいけど、ああいう風にカメラで読み取らせたらできるといった感じなんですね。なるほど。先ほどね、X で、試してみたんですが、X だとね、なんかね、この辺の色合いがちょっと違うんで、センターキャップの色は違ったんで、なんかおかしくなってできなかったんですよね。でもこの XS はできたと。つまり、これはまあ試さなくてもわかるんですけど、まあできるということですね。こうやってカメラで一個一個読み込ましてやらないといけないんで、結構めんどくさいから、やっぱりこれを使うときは、ガン 356i を使うのがいいんじゃないでしょうかって思いますね。できなくはないんですけどね、 X とか XS でも。はい、そんな感じで X とかを使う方法は読み込ませるといった感じでしたね。はい、はい、ということで今日は、このガンロボットっていう近未来的な、なんかソルブとかスクランブルとかやってくれる、すごく便利なマシンの紹介になったんですけども、このガン 356i を持ってる方だったらかなり便利に使えるかなと思いましたね。はい、XS とか、まあ、X とかに使おうと思ったらこのセンターキャップがいるし、まあ、これを持ってたとしても、撮影したりとかね、いう手間があるんで、まあ、使えなくはないんですけども、ちょっと不便かなと思いましたね。なので、ガン 356i を持ってる方は、結構いいかもしれないですね。
スクランブルの手間とかも省けるの で練習にもね使えるのでなかなかいいんじゃないかなと思いました。結構ねこれがねなんか回り出した時面白かったです。これと連動してるし全く同じ形になるし、まあ、PLL はね圧勝しましたけどもソルブではねもう完敗しました。はい、ごめんなさいです。許してくださいですね。ジャンピング土下座しますって感じです。はい、ガンロボット様には勝てません。はい、でもねせっかくなんで最後にもう一回だけ、こいつとガンロボットと普通のソルブで勝負してみたいと思います。で勝負して、見事惨敗して、この動画が終わりという感じになりそうですけども最後に一度だけ、勝負してみたいと思います。それではやってみます。はい、ということで最後にですねこのガンロボット様と勝負してみたいんですけども、とりあえずねガンロボット様のために僕が適当にソルブをしますよ。ソルブじゃないわ、スクランブルだ。これでも勝ってくらい回してやりましょう。 M 列回したりとか D 列回したりとかもう2つとも回したりとかもうめちゃくちゃ。はい、こんな感じであなたはこれです。これでセットして OK です。僕は適当に崩すとズルするわけにはいかないので、まあ、本当に適当に、まあ、こんな感じでいいですかね。はい、これだとしてソルブでこれを押せばもうこいつはスタートするんですよ。なので、ちょっとインスペクション見てですね、よし、じゃあ勝負しましょう。いきます。あ、やばい。ちょっと待ってよ。はい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 、 F2L1 個しか入ってないってだから勝てません。誰か僕の敵を取ってください。こいつ早すぎます。こいつね何秒くらいでできてるんだろう、ちょっと確認してみたいけどね、なんかね確認する術がなさそうなんで、そしたらもうガンロボット自体に自分でスクランブルしてもらって、はい、こんな感じで自分でスクランブルしてもらって自分で揃えてもらうと、これでできるでしょう多分。はい、やってよ。あー、できますね。自分でバラして自分で揃えたこの人。じゃあ今の感じでスクランブルをしてもらってですね、はい、こいつ初めのね2手で止まる癖があるんで、まあ、あれもねもちろんタイムにカウントしますけども、戻ってこのソルブする時にですね、これですね、このボタンを押せばもう始まるわけなんですけども、この時に僕が一緒にこれでこいつのタイムを測ってやろうと思います。こうして、あ、ちょっと待ってね、このボタンを押すといきますよ。ほっ、ほっ、あ、ミスった。ちょっと待って、ちょっと待って、ミスった。もう一回スクランブル。はい、ガンロボット様のタイムを測らせていただきますと。よし、これで待ってね、この辺に持ってきといて、こうだ、いきます。ほっ、早かった今。うん、5秒。今ちょっとね僕押すの遅れたんですけど、それでも5秒でしたね。ちょっともう一回ちゃんと測りますね。ご自身でスクランブルしていただいて、はい、いきます。ほっ、ほい、あ、さっきより遅い。 5.85 秒。 AO5 測っときましょうか。3回目です。ちょっと押しにくいんですよねこれ。こうしていきます。あ、ちょっと遅れた。まあいいか。おっと、ちょっと僕が押すの遅れてるっていうのもあるけど、じゃあ4回目いきます。はい、じゃあ4回目ですね。さっきのがこれリセット、これでいきます。お、早いわ動くの。はい、555です。最後の1回残ってるんで、ラストやってみたいと思います。はい、では最後です。さっきの555リセットでいきたいと思います。いきます。ほ、ちょうどいいんじゃない。ほ、ちょっと僕が遅れたか。でもはい、サブ6ですね。はい、素晴らしい成績です。さすがに早かったですね。僕ではこのガンロボットに勝つことは到底できませんでしたけども、誰か僕の敵を取ってください。よろしくお願いいたします。今日の動画は以上となります。この動画を見て
いいと思っていただいた方はグッドボタンを押してくれたら嬉しいです。あとチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではさよなら。お、完成状態からいったらどうなんのこれ。あ、え一瞬で完成した。こんな感じ。あ、これもか。どっかあったね。あ、どこでもいいのか。ちょっとこういうとこに入れたりして、こういう感じで、まあ本当はケーブルとかもね入れるんですけど、とりあえずはい、しまえました。